表現しようとしてる。面白いのは、例えばもっとさっきの分かりつけ言うと9度があるでしょ、あれはこう引っ張ってるでしょ、ね、クッキー使ってると思うでしょ、じゃあ、ね、ここから神経使ってるの、うーんと背中に。だからみんなこういうイメージでしょ、だから、はいはい、あ、ここで引っ張っちゃってるんじゃなくて、この神経でここからスーッと伸ばして、だからそのイメージでこれも使うと、例えばね、面白いかな、例えばね、はい、取れてる？取れてる、うん、だけど僕はこういうイメージだから、こうだから屈筋で引く力でこう相手を引き寄せる、はい、じゃなくてこれはこういう引く力で寄せるんじゃなくて背中の開く力、ああそうかという、ね、だから全部こっちで引いてるのかと思ったら違う、この背中の神経を使ってる、面白いでしょ、こうじゃなくてこう開く、これも腰手じゃなくてこの背中が入ってくるイメージね、矛盾しないように解決しないところが逆に面白い、うん、はいはいはい、うん、反対に自分の体はどういう答え出してくれるのかなっていう、うん、そこが面白いんで、インスピレーションになるどんな世界でもすごい人っているじゃないですか、はい、うん、まあ、それすごく刺激になりますよね、その武道に限らず、あのいろんな分野で、うん、あのイノベーションを起こしてる人だとか世の中に、うん、いろんな人いますよね、全てがやっぱり刺激になりますし、うん、ジャンル関係なく、うん、そうですね、ジャンル関係なく、もう自分を高める意欲がまた出てきますよね、で自分だけじゃなくて、ね、周りを巻き込んでみんな良くなりたいなっていう、